どうも、キューニー F です。本日はですね、いよいよ、待ちに待った、アヌビス増加部と、こちらのね、ペアリングをやっていこうと思います。幼虫期間がね、だいたい1年から1年半ぐらいかかって、で、それからね、公職が始まるまでね、休眠期間がね、約8ヶ月ぐらいありました。ね、2年以上かかってね、ようやくワンサイクルっていう感じで、ね、ちょっと長かったんですけど、無事ね、ワンサイクルできましたので、これからね、2代目、チャレンジしていこうかなと思います。ではね、今日は早速ね、ペアリングの方やっていこうと思います。ではちょっとカメラアングルをね、変えていきますね。はい、では準備ができましたので、早速ね、ハンドペアリングやっていこうと思います。はい。よいしょ。ね、メス逃げようとするけどね。はい、オス。すんなり始まってくれるといいけど。
長かった。1時間半かかったよ。はい、というわけで、ペアリングが終わりました。ではね、ここから、3ランセットを組んでいこうと思います。使用するマットはね、カブトマットです。もうこれはね、加水してあります。握って団子ができるぐらい、こんな感じでね、やっていきます。でね、まあ、底10センチぐらいを固めて入れて、3段セットを組んでいくね、普通のね、兜の3段セットを組んでいく、方法でやっていこうと思います。ではやっていきましょう。だいたいいつもね、僕はまずマットを半分くらい入れます。あれ、多かった。いやいや、ね、半分ぐらいまずマットを詰めていきます。詰めていくやない、半分ぐらいマットを入れます。これくらいね、だいたいこれ、これぐらいかな。あ、これはね、小林シャッターの中ケースになります。今回は中ケースで組んでいこうと思います。で、半分ぐらいまで入れたら、まず底を固めます。だいたい3分の1ぐらいね、固めた感じになると思います。しかしね、これ撮影、ちょっと待ってよ、今言うのやめよう。そこはね、まあまあ固めで詰めていきます。で、次はね、8割ぐらい入れていきます。いやー、でもしかしね、今回の交尾はね、めっちゃ長かったです。これ実は撮影ね、3日目なんですよ。1日目はね、オープニングだけ撮ってね、交尾させようと思ったらうまくいかなかった。で、2日目でまあ交尾する映像で、その交尾する映像もね、まあ撮影始めたのがちょっと遅かったもんでね、それから交尾開始までに時間がかかって、で、交尾中はね、1時間半ぐらいやってたかな。もう一回固めます。で、それぐらいやってたから、まあもう遅くなっちゃってね、あ、寝ようってことになって、で、これでね、3日目になります。で、中段なんですけど、まあさっきほどは固めに詰めずに、ちょっと柔らかめに詰めます。まあ絶対こうっていうのは特にね、ないです。僕はいつもこうしてるっていうだけでね。はい。で、上段、もう上段はね、かぶせるだけ。こんな感じですね。で、足場用、足場用にバークチップを入れていきます。そしてエッサ、あれ、あかん、巻きが悪いな、これね。よいしょ。エッサ1個2個3個、そしてね、メスを投入していきます。おっとっとっと、
潜り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 、おっと、え、さあ、これでね産卵セットのね、準備は準備というかね産卵セットは完了です。あとはね卵を産んでくれるのを待つだけなんですけど、まあいつもなんですけど、だいたいね3日ぐらいしたら1回割り出します。で、それぐらいでね産んでる個体はちゃんと産んでるし、あのちゃんとした卵をですね、まあそれを確認できたら、まああの硬さとかねその辺はまあクリアしてるのかなということでね、再セットしてねもう少し産ませていくっていう形でやっていこうと思います。ただやっぱねいつもやってるんですけど、まあ、そこそこアヌビスは数欲しいんですけど、やっぱね買い切れないほどは欲しくないので、中ケースで、まあ、2、30取れたらいいかなっていうぐらいでやっていこうと思います。といった感じでね、今日の動画はこれで終わろうと思います。またね、3日後割り出ししますので、その時にね産んでるかのチェックもねまた動画にしていきたいと思います。またね気になる人はチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。では今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。さあ産んでくれよ。